ハゲでメガネで頬黒くて脇がで体臭くてデブでチンコ黒いけど金持ってて嫁さんいるよ。そういうことなんだよ。まあそもそも金がなくても霊界いる時点で俺は勝ち組だったからな。もう勝ってたのよ、すでに俺は。もう勝ってたの、最初から。霊界にホテル代出してもらってたからな、最初の頃。やべえ、霊界とデートだっつって前の日こっそりパチンコ行って負けて、キーっつって、すっからかーんっつって。ホテルで霊界出してもらってたから。ハブリーとすぐバレんだよね。あんたパチンコ行ったっつって。行かないけど金ねえくせにさ、カード生活してたからさ、毎月カードの支払いで給料なくなってくんだよ。だいたい給料の半分、3分の2ぐらいそのカードの支払いでトーンって消えて、残りでその仕事中のコンビニ飯とか朝飯昼飯働いてると、朝なんて作るのめんどくさいからさ、結局コンビニで買うじゃん。で昼もめんどくさいから買うじゃん。でタバコでしょ。でまあ車のガソリン代とか入って、なんだかんだ切り詰めていくと、まあレイカと遊ぶ金がなくなってくると、手持ちに大体やっぱ 2,3 万になるんだよね、そのちょっと自由に使える金。でもまあ自由に使えるかって言われるとそうでもない。あれば生活の方が裕福になるから、まあ使えてやっぱ2万とかだな。やっぱ一発勝負しに行くよね。やっぱまずジャグラーよ、ほんとに。ペッパラペッペッペッつって、パンパンパンつって、パラレンつって、ペッパラペッペッペッペンペンペン、パラレンつって、ペレンペンペンペン、ペッパラペッ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 で、最初の1、2ヶ月俺仕事もしてなかったんだよね。仕事してたけど、あのなんか派遣みたいな感じだったから、全然仕事なくて、ちょ、実家帰ってくれるって言われて、貯金なくなるわって言われて、すいませんっつって、家帰って、で、会社に鬼電して、マジで何でもいいんで仕事くださいっつって、追い出されたレイカに実家に帰れって言われた日に仕事取ってきて、もう一回いいっすかっつって。いや、負けた総額なんか覚えてないよ。いや、スロットパチンコしてる人で自分がいくら使ったなんか多分覚えてないと思うよ。そもそも俺レイカと2回ぐらい別れてるからね。1回目別れて、まあなんだかんだよりを戻して、で2回目別れた時に、あ、同じ理由だったんだよ、1回目と。あなたと将来が見えないって言って、で別れて、もう本当に終わったなって、俺もやっぱなんか変わんないといけないなって、やっぱ将来が見えないってことは、そのこの戦場、俺が今歩んでるこの人生まっすぐ行ってても多分未来が見えなかったって、今のままの俺じゃいけない、変わらないといけない。まあダイエットとかもいろいろ考えた、その時バーって考えて座ってたらパチンコの前だったで、バーンって20万ぐらい買って、そのままあの車の免許取りに行った。いや俺生まれ変わるなっつって、免許取ったら俺もワンランク上の男やで言うて、CR ホット一撃20万 GG、本当に大変だったよ。夜間の警備員の仕事してたんだけど、仕事終わって朝7時とかで終わるの、そのまま朝一並んで夕方の出勤までずーっと出っ放しだったからね、1回出てずーっとです。なんだったら最後まだ出てたけど捨てたまであるの。いやー、いつのか忘れたら20、俺が21とかの時だから、もう8年9年ぐらい前のダイヤ。他のギャンブルはしなかったよ。まあだからパチンコスロットとかはやってたけど、前回車に乗ったらいつ運転したのってことだよね。いやもう東京出てきてから運転することなんかないよ。まなんかちょいちょい実家帰った時になんか遊ぶけど、150ぐらい超えてから運転すると、あのすごいことがあって、ハンドルお腹にぶつかるんだよね。あれ言うて運転できないじゃんつって、ハンドルお腹にぶつかるとシートバーン後ろ下げるんだけど全然ダメで、怖いなーっつって。でうち実家が丁寧なんだけどさ、な丁寧のまあ稲積公園駅っていうのが昔の実家の、もう今実家いてもう変わっちゃってるから違うんだけど、
稲積公園駅っていうとこが最寄りの駅で、徒歩多分1、2分で行けるんだよ。いや、嘘。ちょっと持ったな。多分5分ぐらいかかるかな？かかるんだけど、そこの通りがさ、信号がない通りで、しばらく。3、40分ぐらい信号がない通りなんだけど、やっぱ線路の近くだからなのか、法定速度が40なの。で、誰も40守ってないの。もう大体5、60で走ってるの、みんな普通に。その国道みたいな感じでバーッと走ってんだけど、まあまあ、時期も時期になると、うーって来るわけね。だから俺もやっぱもう実家の家の前の道路だから、もう地元民ですよ。まあそのね、前の人のスピードに合わせて走ってみたいな。もう捕まるなんてことは全くない、本当に。ただ、一回だけ、160キロで走ったことがあって、一発免停食らったのね。本当に、パチンつって。もう本当もう車乗んなよ、みたいな感じで、もう、バカがよ、ぐらいの勢いで。一発免停ね。本当に。一発免停食らって、で、金もなくてさ、なんか、あれってすごい、なんか賠償金みたいなの多いんだよ。俺知らなくて。8万かなんかそこら取られたの、なんか。でも金ないからさ、給料日前で。母ちゃんにもらってさ、あんたもね、あんまり俺に説教することない母ちゃんも。ね、人の命がかかってるんだから、あんたの命もそうだし、そのスピードでね、事故なんか起こしたらどうすんのって。あんたもそうだけど、相手も絶対助かんないんだよ、はい、つって。俺も変わんなきゃいけないな、つって。いや、お金ちゃんと働いて返すから、つって。いや、まあ、あんたも苦しいの分かってるから、自分に余裕ができた時でいいよ、つって。はい、つって。8万円もらって。で、なんか、裁判所みたいなとこ行って払いに行くんだけどさ、6万円だったの。お金ちょっと浮いたんだよね。そのままパチンコ行って、12万買った。その日に返した金。はい、つって。あれ、行かなかったな、あんた。いや、帰りにパチンコ行って帰ってきたわ。うん。やっぱり、簡単だったね。やっぱ金ない時のギラギラ感で行くパチスロパチンコが楽しすぎて。まあ、こっからはもう完全に自慢になるんだけどね。まあ、おかげさまで YouTube とか Twitch とかさ、まあ、こういうとこで、まあ、お仕事をするようになって、お金に困らなくなってからは、行かなくなったね。本当に。やっぱギラギラしたやっぱ気持ちがないと、よくないね。レイカと、東京来たての頃やることなさすぎて、レイカと二人でガロ座ったの。席移動しないっていう縛りで。二人で14万ぐらい負けたんだよね。何やってんだろうね、つって。帰りに二人でなんかガストかどっか行ってファミレスで飯食って帰ったんだよ。それ以来本当に行ってないよね。座席移動しない縛りで二人で14万とかした時本当に肝っ玉冷えたね。もう本当、無言で二人ともずっと。降りてこない。降りてこない、もう。おー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 って降りてこない。ダロー系を刺せーチュン。もうなんもない。うん。全然ない。